豊平駅は、かつて、北海道札幌市豊平区の上山系鉄道線に存在した鉄道駅である。なお本港では、近接して位置していた札幌市電豊平線の豊平駅前停留場についても記述する。上山系鉄道本社に併設され、国鉄札幌駅、道東札幌駅とともに、札幌における同社のターミナル駅として機能していた。 北海道鉄道東札幌駅、苗保駅までを直流電化し、1931年7月25日から自社の電車で乗り入れを開始、1957年8月12日以降は乗り入れ用に申請した自社の機動車で国鉄千歳線8月1日に千字買収済みを経由し、札幌駅まで乗り入れを行っていた。この機動車は、 自社線内を付随車扱いで電車と並結、豊平札幌を停鉄機動車単独、または東札幌札幌を千歳線機動車列車に並結という形で運転されていた。1969年の廃止当時は約半数の列車がここを市街側の発着駅としており、残る列車は国鉄線への直通機動車でここで電車との並結開放を行っていた。 1918年の開業時には、現在の投稿ストア豊平店があるところに、初代駅舎が置かれていた。木の椅子が置かれた、一般用と布張りの椅子が設置された、機品用の2種類の待合室があった。廃止時には、相対式ホーム2面2線の廃線で、北側ホームに隣接して、同線の電化に合わせ1929年に、建てられた2代目駅舎が置かれていた。 2代目豊平駅の東側には国道36号線を横切る第一種をつふみ切りがあった。国道にはすすきのから札幌市電豊平線が伸びており国鉄乗り入れとは別ルートで札幌市外へ連絡していた。奇襲点となる市電の停留場は当初国道上に設置されその後駅前広場に引き込み線を設けて発着していたが 国道の混雑が激しくなったことから、再び国道上に移設、階段で横断歩道橋に直結した停留所となった。定山系鉄道廃止後は、豊平八丁目に解消している。二代目駅舎と駅舎側ホームは廃止後も残存し、上鉄不動産部の事務所として活用され、札幌、ふるさと文化百選のナンバー70に選定されて、 いたが、老朽化のため2005年に解体された。現在は、同不動産のマンションが建てられている。駅舎に使われていた、札幌南市の一部が上鉄バス、上山傾車庫前のバス待合所に再活用されている。かつて、月寒東二条一丁目七に存在していた、北部軍防空作戦室から、豊平駅までの秘密地下道が1943年、頃に掘られていた。 この地下道は1999年7月の時点でも残っていることが自衛隊幹部によって証言されているがガス放落のため立ち入ることはできない。市電の停留所に接続していた歩道橋は1967年3月に完成したもので2015年10月までは札幌市内最古の歩道橋として残っていたが同年11月1日に解体された。 1971年10月に、市電豊ヨヒラ線が廃止になった後、停留所に降りる階段は取り外されたが、橋中央のリベット近辺に、かすかな痕跡を確認することができた。片岡2012、P248、ホル、海2010、P109、荒井2011、ピアニッシも18から19。ありがとうございます。